それでは新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします日本国内の今日の感染者数は先ほど VTR でお伝えした時点より一人増え622人となりました600人を超えたのは4月11日以来です亡くなった人の数は前の日と変わらず985人でした アメリカ軍基地の関係者から感染した初のケースと見られています。沖縄で80代のタクシー運転手の感染が確認されました。このタクシーは感染者が相次いでいるアメリカ軍基地キャンプ、ハンセンの関係者を乗せたということで載せていたということで、県は軍の関係者から移った可能性が高いとの認識を示しています。 北京ののオリンピックの開催にも影響を与えそうです。国際オリンピック委員会のディック・パウンド委員は来年夏に延期された東京オリンピックが開催されなければ2022年冬に予定されている北京の冬季オリンピックの開催も困難になるとの見解を示しました。また、バッハ会会長は東京大会について、 無観客ででの開催は明らかに望んいいないと断言しまししままた。コロナ疲れをを癒すす。職場り目指パソナグループとパナソニックは観葉植物とスピーカー内蔵のプランターを配置し緑と鳥のさえずりの音でリラックスできるオフィスの形を提案しましたテレワークの広がりでオフィスの縮小や解約の動きもある中 オフィスに新しい価値を生み出したい狙いです知らずに消してしまったということです正体不明の芸術家バンクシーがロンドンの地下鉄の車両に描いたマスクをするネズミなどの作品が交通局の清掃員に消されていたことが分かりました交通局ではコロナ感染防止のために車内清掃に力を入れていて。 バンクシーとは知らずに他の落書きとともに消したということです。その他、ご覧のようなニュースが入ってきています。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。